花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。1週間ご無沙汰いたしました。ちょっと動画のね、いきなりもう動画の電源が落ちましたけども今回動画はないかもしれないというね、ことになりましょうか。こんにちは、金尾芳郎です。本日もね、おなじみ高島こすさん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。松下俊美さんでございます。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日のゲストはですね、小田原から ね、見えましたけども、パンチョマンさん、こんにちは。どうも。いいえ、ね、いいえ自分で吐きそう。先日はね、いろいろお世話になりました。とても楽しいね、心温まる会になりましたけどもですね、ありがとうございます。我々も初めてね伺ったんですけども、本当になんていうか、まあ、ライブハウスのオーナーの方もそうだし、はい、ね、来ていただいた方もね、素晴らしい、ね、心温まる ね宴になりましたけどもですね、はい、あれを企画されてるっていうのはね、はい、もうどれぐらいになるんですか。あれが4回目ですかね。4回目、はい、4回目です。はい、なんか、まあ、大変だろうけども、なかなかね、はい、だからああいうの広がっていくとね。そうですね、僕も初めてねお会いしたベースの和佐田さんね、はい、バックスランプのね、はい、和佐田さんと、あと女性シンガー、竹内愛さんもね、はい、出会いましたけどもですね、素晴らしい方々がね、はい、出ていらしてですね、楽しい思いをさせていただきましたけども、はい、今日ね、そのパンチョマンさん呼んだんですけども、はい、まずはね、CD これ動画今映った、うん、やったあのね、これ生放送ね何があるかわからないっていうね、楽しいおそらくイントロはちょっとないよね、うん、ないって動画が返事してる。まあ基本的にこれ生放送なんで、はい、この CD っていうのはどういう。これはですね、うん、心包みというアルバムなんですけれども、はいはい、はい、いろんな人の心をキュッて詰めたという意味の心包み、うん、ああそうなんだ、はい、そうかそうなんです。素敵なね、じゃあこの中から一曲聴いてみましょうか、まずね、はい、タイトルは何でしょうか。はい、トゥルーハートという。トゥルーハート、はい、忘れてしまってた。でも君に出会えて思い出したんだ。この心咲いた花、今君と夢の続きを夢の続きを教え
はい、というね、素晴らしい曲ですね。はい、夢の、これはパンチョマンの続き、はい、夢の続きという曲です。これ夢の続きっていうね曲でしたね。そうです。ちょっとトゥルーハートは、はい、ちょっと後ほどご紹介いたしましょう。はい、これはなかなかね今ね聞きながらちょっとお話ししてましたけどもですね、そのパンチョマンとしてのまあ一度その挫折みたいなのがあった。そうですね、挫折というかまあ一回音楽をやめて、うんうんうん、他の世界にいて、はいはい、で2011年 の、 3月11日の、うん、東日本大震災を機にですね、うんうんうん、救援物資をはじめ届けに行ってたんですけれども、はいはい、そうこうしているうちに昔歌ってたことを思い出してしまったんですね、うんうんうん、思い出してしまって、うん、でそこからギターをちゃんと始めたんです、うん、はい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 、でそうすると仮設住宅に行ってちっちゃいコンサートを開ける、うん、でそれを、うん、まあ、今も続けてるんですけども、はいはい、当初は月に1回から2回通い続けましたね、うんうんうん、はい、ねそういう素晴らしいことがあってね、もう1回その自分で歌おうっていうことで、はい、やっぱりその現地の方々からね、はい、なんか CD ないのっていうね、そうですそうです、うん、ことの、うん、そうですで、こういう風にこう作っていて、これ素晴らしいミュージシャンたちがね、はい、いろいろ、作詞作曲とかもやられてて、アレンジもですね、アレンジもね、はい、これはすごい豪華じゃないですか、豪華になってしまったんです ね、うん、なんか結果、いきさつがそういういきさつだったので、うん、ちゃんとしたものを作んなきゃって思っちゃった、うんなんですよね、うんうんうん、なのでじゃああの人に頼んでみようかな、うん、あの人に頼んでみようかなって言って繰り返していったらこうなってしまったということです、うんうんうん、もしその時に皆さんに出会っていれば、うん、きっと僕からそういうメッセージがいったかもしれません、うんうん、ねまあそのいろんな出会いがねこうやって僕も今回ね、はい、出会ったんだけども、やっぱり出会いってこう本当に偶然だったりするけども、なんかいつか出会ってたんだなとかね、はい、昔からなんか知ってたような気がしたりとかってあるよね。あります、ね、すごくあります。だからもう僕もね、マクスさんなんか出会ってね、はい、割と最近なんだけど、もう随分昔から知ってたようにね、うん、最近なんですか。最近ですね、もう3日ぐらい前、そうなんですねえ、今日は真子さんちょっと調子が良くない、うん、ね、熱とかあるんだけども、はい、ね、もうニコ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 してね、いつも素敵ですね。何おっしゃるそんなこの前もねライブ来ていた時に、うんうんうん、もうずっと笑ってるじゃないですか真子さん。そうそうそう、もうちょっと言葉間違えたらすいませんね、うん、もうただのギター小僧じゃんと思って、いや、あのね、そのままにね、そのままで僕らはねやっぱり生きていかないと、めっちゃかっこいい、もうね周りが死んでいくわけよ本当にどんどんいなくなっていっちゃう、辛いよねそういうの聞くのがね。でもね、カナオさんは立ってるだけでかっこいいし、いや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 、ありがとうございます。辻人さんはチャーミングだし、いやいやね、いやいやって人のこと、そんな、ね、ちょっとお便り来てますでしょうか。早速ちょっと行きましょうか。はい、ペンネームオン、ラジオネーム縁側さん、はい、加納義郎、高橋誠さん、はい、松下としみさん、はい、そしてパンチョマンさん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。先日カボスのライブにも伺い、ライブ楽しませていただきました。 ありがとうございました。はいはい、カボスね、はいはい、音楽がどんどんメディアから薄れていくように思える中で、うん、日々いい音楽ってなんだろうと思います、うん、だからこそ身近でこうやって見られる生のライブの大切さを感じます、うん、これからもどうぞ素敵なライブを届けてください、はい、いつも元気をくれるパンチョマンさんの曲のリクエストお願いします。夢の続き、出たんだ、た夢の続きって今の曲だったね。よろしくお願いいたします、ね、これ間違えたらもうなんか必然だね。あ、そうだ、ね、いや、それね、俺ね、心が通じてたの。あ、そういうことね。最近ね、さすがです、目が 見えなくなった分ね、心が見えるようになった。すごいねすごいです。老眼老眼老眼でね、ね、うん、ラジオネーム縁側さん、ありがとうございます。縁側さん、ありがとうございます。はい、はい、続いていきます。はい、行きましょう。皆さんこんにちは、うん、予想通り秋が短いのが寂しいですね。カナオさん、お誕生日おめでとうございます、うん、ありがとうございます。そしてバースデーライブの成功おめでとうございます。ありがとうございます。いつかそっちでも行くぜ、コールやりたいです、うん、そしてパンチョマンさん、ようこそ、はじめまして。はじめまして、うん、小田原なんですね。
はい、オイラはちょくちょく通った楽しい大将がいるお寿司屋さんぐらいしか知らないけど、どこだろう。ねえ、山も海も近くて素敵な場所ですよね。はい、動画を拝見しましたが、伸びるある声にきちんと言葉を伝える歌がとっても素敵だなと思いました。阿弥陀さんや大久保くんともされている、はい、はい、そうですね、大久保くんも ね、 ね、来てくれたけどね、なんとなく馬が合うのが分かります。今日はこの間のライブのお話をはじめ、お三方との楽しい時間をお過ごしくださいね、それはおいらも楽しみです。はい、そして田崎さんも一般病棟に移られたみたいで、何よりですね、最近おいらの周りでは他にも脳血管性や血管系、循環器系の病気になっている人が多いです。循環器系の、ね、病気ね、急激に冷えたこともあるでしょうから、皆さんも健康に気をつけてくださいませ、で、おいらが気をつけますけど、はい、ね、まず一番お前が気をつけるそうだよね、病気危なかったですよね。そうよ、だから笑ってはいけないところだ。いいや、あのね、もうみんなね、もう明日はどうなるかっていう世界で生きてるわけだから。そうだ、確かに。今を生きるしかないよ。だからミキ君とかもね、俺心配で心配でしょうがない。これね、ミキさんですよ。はい、博多のミキさん。はい、そうそう、リクエスト、パンチョマンさん、See You Again に一番歌詞でやられました。See You Again って曲あるの？ありますよね。それはあの。はい、ありますが、僕の歌ではなくて、あ、本当、ちょっとやっぱりあの小田原の仲間のミュージシャンが作った歌で、そうなんだ、じゃあ YouTube かなんかで、空に旅立った人の歌で、で、で、なんだろう、歌を残していこうって思って、歌ってるんです。うん、はい、それをね、はい、多分聞かれたんだと思います。ミキ君はね、いろいろ調べすごいのよ。気合い入れたでわっしょい叫びたい気持ちもあるけど、何でも OK ですので、とにかく楽しんでください。はい、はい、PS、ありがとうございます。ね、個人的には母の入院、ポリープ切除で、アンポンタンな犬と一緒に寝なきゃいけなくて、やつにベッドの真ん中を占領されて、寝返りが打てず、体が痛くてたまりません。はい、ようやく解放されますけど、って書いてあります。頑張ってください。ね、ありがとうございます。もね、で、博多のライブじゃなくて、あのこの間バスライブ ね、ブルームード、ね、築地のね、ブルームードありましたね。ね、あの本当皆様方がね、あの盛り上げていただきまして、まずまあウォッカのね2人、国坂ブルースバンドの辻君、渡辺君ね、それと阿弥陀目、で、阿弥陀目さんはね、まあパーティーの時にね盛り上げていただけて、あとリエリー金平さん ね、あの。もう一発でなんか客の気持ちをわしづかみだよね、あの人ね、彼女はね。今度まあゲストにも来ますけども、ブルース、シカゴのな、まあ、ブルース、シカゴブルースなんですけどもね、あの素晴らしい方、まあ菊田俊介、今シカゴ行ってますね、俊ちゃんね、行きましたね、シカゴで頑張っていると思います、ね、本当にあの皆様方にね助けられて、素晴らしいバスでお便りもいただけますよ、バスでライブいただきました。で、あとね、この今日放送局にね届きましたね、このこれ写真ですね。写真をそのファイルに、ね、鈴木正幸さんなんです。鈴木正幸さんが撮っていただいたね、あの CD っていうかその写真がね、あの写真を焼いてカメラマンの方なんですけどもね、すごいな、うん、届きました。ありがとうございます。お手紙ありますか？入ってました、はい、そのね写真に。あ、ありがとうございます。金尾さん、誠さん、としみさん、そして映像のキキさん、スタッフの皆さん、はい、こんにちは、はい。初めてレターを書かせていただきます。としみさんが作詞された方の弟さんと同姓同名の鈴木正幸でございます。おこがましいですが実名なのでどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ラッツ&スターのね、ラッツ&スターの鈴木正幸。ラッツ&スター、僕同じ会社だったのよ、前全く同じお名前でね、そうそう、簡単にエピックの時ね、簡単に自己紹介させていただきます、はいはいはい、私は若い頃、某出版会社のカメラマンをしておりました、その後ブライダルのカメラマン二十数年間やっております。 お客様の中には、引退された超有名なプロ野球選手の方もおりました、そんなわけで、はい、いとこ、かっこしゅんちゃんのいとこなんですね、菊田俊介、ね、俊介さんのいとこに当たるのよね、本当のいとこなんですよ。でしゅんちゃんがライブをやるたびに彼を撮影しておりました、はいはい、今年の5月にしゅんちゃんが金尾さんの金玉ライブのゲストで出るということで、その時に金尾さんとお会いしたのが初めてでした。ああ、そうでしたね。金尾さんは歌はもちろんのこと、金尾さんのお人柄で私もファンになりました、そして今回の金尾さんのお誕生日ライブもカメラマンをやらせていただきました。あ、素敵な写真を撮ることができ、またたくさんの方にご覧いただけることに感謝いたします。
ということで今日は仕事のために伺いませんが、で昨日お届けわざわざね、ありがとうございました。本当にありがとうございます。これはあれですか、それも鈴木さんから。鈴木さんからね、これ何プリ玉って何ですか、これクッキー、プリン味の卵クッキー、これ美味しい、美味しい、ありますね、いただきますね、本当にね、あのいただき物でね、もう生活しておりますありがとうございます。この写真すごくかっこいいよね。あのね、そう、瞬間のさすが。すごくやっぱりさすがね、カメラマンで、僕はあの今回ね、誰も頼んでなかったんですよ。うん、それで本当来ていただいてね、あの撮っていただいてもすごくね感謝しております。あのいい写真たくさんありますね。で、まあ、アーティスト写真とかにね、もしそれぞれの方がね使われるとね、いいと思いますけどもね。M 鈴木でいいの。まこちゃんの写真すごいいいのあったよ。いいのあった、いっぱい。一枚だけ送って、この前ね。そう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 。ね、うん、まだ小出しにしてる。いっぱいあるから。うん、全部見せたらね。俺最近ほら。やらしいね、なんかね。なんでやらしいかな。ね、今。ピカって目が光りました。目が光りました。今日はパンチョマンですね。いいんです。パンチョマンさん。あの先日ね、はい、あの今日お客様をあのご紹介して、先日、はい、神戸からいらっしゃった。いや、なんかですね。そう地元の川崎なんです。川崎。はい。あ、そうかそうか、川崎、あ、そうそうそうですね。はい。で、さっき、あの、お便りくれた、縁側さんです。縁側さん、ありがとうございます。縁側さんでしたか。縁側さん、ありがとうございます。そうです。まさかの本人、ご本人登場。あ、そうですね。この間もね、ご夫婦でいらっしゃって。あ、そう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 、そうかそうか。そうです、そうです。お楽しみください。ガラスの外にいたら、皆さんが、おいでおいでおいでって。すぐ引きずり込まれますからね。今日は、あの、それでね、金子さんもね、あの今日あの金子源一さん、ね、このオンエア放送のねあの編集していただくんだけど、今日はねもうちょっとねあの会社もあったんだけども、ちょっとねあれして、あの松下さんが今日から四国行っちゃうんで、ちょっと編集のあれができないからということで、今日ねあの受け取りに、オンエア音源受け取りに、ね、あの来ていただきました。まあこういう方たちのねあのおかげでやっぱりこういう音楽魂が成り立っておるわけでございますけどもね、あの早もう9年が経ちましたけども、すごいです。あの本当にね感謝しております。あのまあミュージシャンの方もね、ゲストの方も、あの新たなゲストの方もね、あのどんどん増えてまいりましたけどもですね、あの本当に感謝しております、ありがとうございますということで、さてパンチョマンさんの生歌ちょっとやる、やる前に今日はですね、皆さんにお土産がある。はい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 、お土産も、これあのスタッフの方もね持ってきたんですけれども、あのパンチョマン耳かきっていうのがあるんですけど、これをまずこれ、加納さん、お、あのお誕生日ということで、あの2つぐらいどうですかね。パンチョマン耳かき、パンチョマン耳かき、パって書いてあるね。はい、これも皆さんもしよかったら、ありがとうございます。はい、もし皆さんよかったら、はいはい、これあのちゃんとこうなんだろう、耳の感触とかもこだわってますんで、はい、書いてみよう。俺今カフ下げてた。いや当たったみたい、また。え、ね、あなたじゃない。ごめんなさい、私でしょ。だからね、みんなでやってくれてる。あの耳かきしてる間にカフ、ま、松下さんまた肘でカフ下がったみたい。わざわざ言わなくていいじゃないね。まあ過ごしてたのに。いや山田さんは絶対俺だと思ってんだよ。まあいいや。山田さんも もしよかったら。はいはい。あのまだそれほじってませんから。でね、本当ね、皆さんの分あるの。これは何か意味があるんですか。これはですね、あのパンチョマン耳かきの商品名が、ママの膝っていうやつなんです。ママの膝。あのお母さんがこうっていう意味でママの膝で、あのもう今はあのなくなっちゃった。初めはあの東北のあの流れてきた流木と使ってあの加工するつながるキットさんっていう会社さんがあって、そこに頼んで加工してもらってたんです。でこれ例えばこのパの部分は当然レーザー加工でやるんですけども、で穴開けた後にボンドを入れたりとか、ピッて刺したりとか、袋に詰めたりっていうのは向こうのですね、現地のちょっと体のあの僕らと特徴が違う人たちが作業して作るんです。でそれを作ってライブの時に1本500円で、あの売ってます。まあそれもまあちょっとしたなんか支援っていうか、になればいいかな、ボランティアみたいな感じ、なればいいかなと思って、つながるキットさんの方で、
いいね、いいことじゃないですかね、これ。すごいね。あの、すごいいいね。うん、あのね、やっぱね、あの、僕の知り合いの、あの、弟さんもね、ちょっとね、あの、やっぱりこう、あの、体不自由で、はい、やっぱそういう方たちがね、あの、その、木工所とかね、そういうところでね、やっぱりこう、作って、使えるしてるじゃない。そういうことってやっぱり素晴らしいし、そういう方々もやっぱり来てる中でね、はい、やっぱり喜びを感じたりするっていうね。そういうのがこう全部一緒になってね、流木を使ってそういうのをやるっていうのね、はい、素晴らしいことですね、これね。そう、耳かきに何でしたの？なんか、よくないですか、うん、こう最近俺耳かき自分やってくれる人がいないのよ。僕もいません、ね、そうだよそれ憧れるよね。憧れます。耳かきって自分でしてないの？いや、そうだけど、なんかさ、膝の上でさ、はい、そういうお店があるみたいなさ、うん、そういうお店があるから行けばいいじゃん。行けばいいじゃん。ね、そういう店があるの？あるよ。たまに甘えたい時ありますよね。耳かきクラブみたいなのあるある。あるよね。え、マジで知らないの？知らないの？行きたい。ねえ、なんであなた知ってんの？知ってますよ。だから一時問題になったもん。あ、そうなんだ。皆さん、今日行きませんか？終わってから行こうか。終わってから。じゃあ、お互いにやってあげるわ。ちょっと歌おうぜ。歌いに来てんだから。そうか。その歌とは関係ある？あの、関係あるんです。で、そのママの膝っていう歌詞が入ってる歌があって、まんまるの歌っていう歌なんですけども、ママの膝、はい、ま、これはあの石巻のとある保育園のテーマ曲にもなってます。ああ、そうなんだ。そうなんだ。ちょっと待ってね、マイクセットするか。はい、はい、あは、はい、大丈夫。誠さんと、うん、はい、やってみようかと思うんですけど、ほぼぶっつけみたいな。そう、ほとんどぶっつけだね。やろう。やろう。どうだろう。いいですか？はい。まんまるの歌。俺の顔もまんまるなんで、そういう意味です。みんなでまんまるでいこうって歌です。部屋に置いてある四角いテーブルの角を丸くしてみたんだ。もうぶつからない。鋭く尖った感情の言葉の先一歩に丸いジョークをかぶせてみたら、ほらきつくない、yeah. 背中を書く棒の名前が孫の手っていいね。だから耳を書く棒の名前をママの膝で
習しませんか。Everybody do 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 いやありがとうございます。わおイエイ。ジュ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 終わります。ハンマルの歌。これ中の歌だっけ、あのまんまるまんまるの歌ね。これをですね、あのチュ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 仮設住宅でやるんです。ああ、それはみんな楽しいだろうね。はい、そうです。あと子供たちもチュ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 します。あのじゃなくてみんな口をこうとんがらがせてチュ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 やってるんです。なるほどね。でもとある京都だってライブでこれをやってたら、前に座ってたナイスマダムが怒って帰っちゃったんですよね。俺チュ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 やってたんですよ、気持ち悪いとかって気持ち悪いもう気分悪いとかって帰っちゃいました。そう、いろいろですね。いろ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 いるよね。なんかあのやっぱりね、恥ずかしいのよ。そう、恥ずか、うん、普段もう忘れてんじゃん、俺たちの年になったら。そうです、忘れてますか。うん、結構ね、あんまりしないよね、もう。そうですか、いつまでみたいな。でもないわゆるそのラブ&ピース的な話をすると、あのずっと考えたんです、僕なりに。頭悪いですけど、中がラブ&ピースかと思ったんですね。例えばあの奥さんとチューする時とか、あのおじいちゃんがお孫さんにチューする時とか、可愛い犬にチューするとかって、なんか心の中って豊かじゃないですか。チューしてるし、前とか瞬間とかって。なので、まあ、その街中チューしてれば絶対幸せかな。幸せだね、はい、それはあるとは思うけど、はい、あの最近の若い子で気持ち悪いんだ俺。あの若い子が露骨なやつですか。そう、いや、なんかね、コアラみたいにくっついてるやついるじゃん。コアラみたい、電車の中とかさ。いや、あれはね、なんかね、向こうの人たちがこうちょっと軽い感じでそのね、あのするじゃない、はい、それいいんだけど、なんか動かないんだよね。俺はね、なんかね、あんまり動かないってすごい。俺嫉妬かもしれないけどね。いや、でもそういうスキンシップが大事ですよね。そうそう、なんかね、それはね、兵隊さんが戦場でこうやって銃口を向けて、あのその先にやっぱり女の子がいたんです、で、まあ、本当はその撃ち殺さなきゃいけないんだけれども、できなくて、その兵隊さんは抱きかかえてやっぱチューをしたそうなんですね、やっぱりチュー最高、そうだね、して、してして、あ、ハグもいいですよね。ハグもいいですよね。マイク入ってないよ、松下さん。こっちマイクはない。いや、自分でセットをしてください。よろしくお願いします。そうそう。いやいや、攻撃的でもないんですけど、あのもう一方ね、あのファックス来てますね。一言ですね、これね。あの加納義郎さん、投げ銭 FM 音中。田崎、もう少しだ、頑張れって、チャーリー佐藤さんからですね。すごい、3万円、これ3万円投げ銭がこう来てます。お見舞い金じゃない。お見舞い金だね。これはね、なかなか。まあ、田崎翔太郎君って、まあ、役者をやってる、まあ、先週もちょっと話しましたけども、あのき、まあ、なんだっけ、
心筋梗塞ね、急性心筋梗塞で今入院中で、もうその ICU も出て昨日お見舞いに行ってきましたが、うん、一般病棟に移ってもう来週退院ですね。もうそうなんだ、よかったね。うちの僕の友達だったりして、まあ、自分も歌ったり、まあ、役者とかもやってるんですけども、うん、まあ、このラジオも何回か来てくれてね、はい、で本当に良かったですね、うん、今医学が発達して、はい、その、まあ、血管3本ある心臓のね、うん、だから2本が詰まってて、そんな、うん、それをそんな状態だったの、カテーテルで、うん、広げて、うん、中にその人工、要するにパイプを入れたの、入れる手術して、うんうん、それですごく今なんとかね元気に、すごいね、すごいですよ、ね、だから今からのリハビリ大変だろうけどね、本当頑張ってほしいと思いますけどもね、一日も早く ね、うん、頑張ってね。で昨日行ったら、まあ、博多ラーメン食べたいとか、食いたか博多ラーメンとか言って食事はできない、すごくわかる食べ物、いやでも食事制限とかもあると思うけども、うん、ただやっぱり普段例えば駅まで5分で行ってたところが、うん、やっぱ15分とかかかるわけだから、うん、あ、そうなんだね、そのリハビリっていうのは大変だと思いますよね、きっとね。だから本当だね、まあ、生きてたね、うん、生きていればこそですよね、うん、最近周りがなくなっちゃうから僕はねもうすごく心配になるのよね、割とそういうことがあってたくさんあったんで、そうだな、ね、ということでね、チャーリー佐藤さんから田崎もう少しだ頑張れ、ね、もう一方来てますか、ね、はい、来てます、はい、金尾さん、誠さん、としみさん、はい、ディレクターの山田さん、はい、撮影のキキさん、そして本日のゲストパンチョマンさん、はい、こんにちは、こんにちは。皆様風邪など体調を崩してはいないですか。うん、先日はブルームードで行われた金尾さんのバースデーライブ、最高に良かったです。あ、ありがとうございます。たくさんの方々に、お祝いされ、うん、金尾さんの嬉しい顔を見て会場すべてが幸せに包まれました、うん、本日もパンチョマンさんの歌声とお話を中心に幸せをラジオから流してください、うん、リクエストはもちろん何でも OK です、ライブ情報もお願いいたします、はい、追伸音楽魂で私の事故のお話をしていただいたおかげで、うん、金尾さん、誠さん、としみさんを含め、はい、リスナーの方々に、はい、事故の清水さん大丈夫ですかとライブ会場で声をかけてもらいました、ね、すごく励まされ嬉しく思います。あ、まあ、結構言っちゃったりなんかしたからね、うん、僕も何でもかんでも言うんですよね。そうですね、うん、たまにもうこれ絶対言っちゃいかないっていうことを言ってしまうんでね、お叱り受けますけども、でも生放送ですもんね、生ですからね、うん、しょうがないです。でもね、こうやってね、事故をね克服して、もう大変な事故、車ごとこうした方がいらして、はいはい、その立体駐車場から、ね、で、まあ、レスキュー隊から助けられて、今元気になられて、まあ、そういうことがあってね、やっぱりこの音楽魂と出会ってこうやって元気で いらっしゃるっていうこともね、おっしゃってたし、やっぱりみんながこう辛いことの方が多かったりするじゃんね。え、グルメの話してさ、いい CD かけてっていうのもあんまりそういう番組もつまんないじゃん。それもいいか、失礼しました。これです、これです。噛み合わないトーク。そういうことです。すいません。いやでもね、こうやってね喜んでいただける人とか ね、いらっしゃるとね、やっぱやっててよかったなと思うし ね、かよこさんもね、本当にまだ後遺症あるみたいよ。そうでしょうね、うん、だって大事故だったもん、ね、だからハグができないから、うん、まだあばら6本ぐらい折れてたんで、こう、うん、だから、ね、うん、満員電車とかやったら怖いって。あ、そりゃそうでしょ、うん、怖いよね、うん、だからちょっとね、うん、いろいろ大変でしょうけどもね、どうか頑張っていただきたいと思います、うん、はい、すごく励まされましたと、はい、音楽魂番組これからも応援させていただきます、うん、はい、ありがとうございます。かよこさん、ありがとうございます。毎週毎週ね、そうですよね、ありがとうございます。松下さんはあれですか、今日から四国でもすぐに帰ってきますよ。28日ブルームードで、ね、あ、そうなの。ほら、あ、チェキラ、そうだ、チェキラがのゲストで入ってるのね、28日ね、うん、28日に帰ってきます。あ、そうなんだ、うん、その昼、じゃああんまりゆっくりはできないんだね。できないですね、だからどうですか、チェキラのメンバーですから、ね、そう、あ、そういうことなんですよね、うん、
そうかそうか、あの僕もちょっとじゃあ伺ってもいいですか、うん、はい、どうぞ ね, ね、そういう感じでやりましょう、どうしましょうか、なんか俺歌う、あ、歌う、なんか一曲あのやるか、この前ライブでご一緒したやつ、うん、ダメですか、あ、お客さんいらっしゃる、いいだって、あ、違う方、違う不良中年ある、これいいよいいよ、あ、すごい楽しかったんですよ、ほんと、これ不良中年やろうか、いきますか、なんか、うん、いいね、これ使ってください、いきますよ、不良中年、はい、あ、ワン、ツー、スリー、フォー、なー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 、叩かれた分だけ強くなれるのさ、嫌われても逃げられても俺はめげないぜ、売られた分だけ強くなれるのさ、不良中年のすすめお届けします。あーって大騒ぎした後に、ありがとうございました。
声を出すの結構難しいんだよね。超楽しい、ありがとうございます。ということでね、今日はパンチョマンさん、お越しいただいておりますがですね、CD の中からちょっと一曲聞きましょうか、ここでね、はい、次の曲というか、2曲目タイトルは何でしょうかね。さっきも言いましたけど言いましたね、トゥルーハート、トゥルーハート、はい、聞いてみましょう。冷たくない雨に打たれて
はい、ということでね、トゥルーハート、素晴らしい素晴らしい歌ですよね、これね。あの今もいろいろ話し、いや自分も自分で俺すごいぐらい言った方がいいんだよね。すごいんだよ俺みたいな。すいません皆さん。パンチョマン、これはね心包みというね、はい、あのアルバムになっております。これ普通市販ではされてないんですよ。はい、あなた。うん、ライブの時にね、はい、あのだから、まあ、パンチョマンのあのスケジュールは予定近いうちはありますか？結構あります。本当。はい。まあかいつまんで言うと、今わからない。じゃあ話しかけた。急に俺振るからね。すいません。そんなやつです。あのね、パンチョマン、あのフェイスブックとかあの、はい、あるでしょ。あります。ああいうブログとか、ブログとかね、はい、ありますんで、パンチョマンっていうことでね、あの調べていただきたいと思います。今日本当にね、あのたくさんのいただき物もありました。鈴木雅之さんの、写真の CD、もいただきましたしですね、あのお菓子もいただき、耳かきもいただきました。楽しい、はい、あのひとときでございました。ママの膝です。ママの膝、ということで最後にね、はい、あのパンチョマンを締めていただきましょう、はい、あのあれがあったね、あの楽しい曲が、はい、楽しい曲あります。気合入れたという曲です、うん、気合入れたで、はい、じゃ あ, あの締めますか。ラジオの聴いてる皆さんもみんなでわっしょいしましょう的な、わっしょいわっしょい言うだけでございます。サビは中の次はわっしょい行きます。途中わっしょい。中わっしょい。あ、ちょっと待って。これ。ありがとうございます。これでね、マイクのセッティングをねしながら、この4本のね、はい、マイクでこうセッティングしながら、こう番組を続けるってね、こういう感じでやりますか。じゃあいいですか。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。イエーイ。
女房がいる、yeah. 子供もいる、失うものがないなどと甘いことは言えない、yeah.ということで、時間になってまいりました、今日はねゲストパンチョマンさんですね、はい、高島子さんありがとうございました、ありがとうございました、松下さしみさんありがとうございました、はい、あのお客様、縁側さんです、縁側さんありがとうございます、金子さんもありがとうございます、また来週お会いいたしましょう、ちょっと今メールはほかさんから来ましたね、ちょっと読めなくてごめんなさい、また来週でも、あのご紹介いたしましょう、はい、ということで See you next time、 お相手は金尾志郎でした、埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しい人は今はない、人の心が好きさ、無口の山に見る、季節は巡り色変える街、 A river side my hometown、 今また